昼の話を聞いたぞ。サリナスはうちのナンバー2だ。それだけじゃない、エレベーターでサンチェスに説教したって。あの男は性格証拠が分かってね。人目を気にしろ。今日来いとメールしたぞ。メールすれば相手の脳に届くとでも思ってやしないかい。私の言葉を真剣に受け止めろ。君には誠意を持って接してる。私のことを分かってて雇ったはずだ。ああ、でも君はうまくやれると思って。てっきりあんた自身を奮起させるためだと思ってた。本来の目的を思い出し、貧しい顧客を金づるにするのに飽きたから私を入れたんだと。いや、金を稼ぐために入れた。君も稼ぎたいだろう。お金は欲しい。ふっ、すごくね。そうなんだが、本当に欲しいのは同志なんだ。私は待っていた、あなたみたいな有能な人との出会いを。そう、私は目利きだから、今ここであんたにオファーする。今こそ私と組むチャンスだ。私が7年間手掛けてきた画期的な訴訟を一緒に起こそう。ここに現代の法制史において最も重要な訴訟の弁論主意書がある。連邦レベルの法制に異議を申し立てることで社会改革の新たな時代が到来すると、これまでの経験から確信してるんだ。憲法で我々は公正な裁判を受ける権利を保障されているが、刑事事件の 95% が陪審にも裁判官にも聴聞を受けない。それはおかしい。そこで私は前代未聞の集団訴訟を起こそうと思う。3500人の署名はみんな以前顧客だった人たちのものだ。目的は司法取引改革で、検察が手品のように簡単に刑罰を持ち出すシステムを変えたい。有罪か無罪か裁くことが裁かれる恐怖にいつの間にかすり替わってるシステムだよ。厳しく高圧的な求刑に萎縮して罪を認めさせられてしまうシステムだよ。この仕事はレジェンド用だ。伝説の男がやる。詳しく話そう。いやいや、とんでもない。やめろ。もう十分だ。声を上げない、それが普通の人だ。私とジョージは変革の担い手だ。私には資金がない。一人ではこれを完成できないが、君の援助があれば、二人なら絶対確実にこれを完成させ提訴できる。二人で判例調べや訴訟手続きをして、そして確実な証拠に基づいた重大な集団訴訟を起こす。絶対にうまくいくよ。仕事は続けたいのか、どっちだ。続けたい。なら人を困らせるな。依頼人や覚書だけに集中しろ。何があっても他はなしだ。急を要する意見がある場合は私に言え。明日はスーツを着てこい。そうか。はい、今出るところ。20分見ててくれる？急いで行くから。はい、申し送りします。はい、それでは。免許証と弁護士証と訪問証を出して。ああ、はい。デレルエラービーと面会したい。待遇はいいか？何か要求は？ここから出たいよ。罪を知ってるか？ああ、俺をはめる気だ。そうか。じゃあ今から話し合うことは全部秘密にする。気をつけないとな。脅されたのか？俺は撃ってねえんだよ。俺はついてっただけ。あいつが何するか知らなかった。うん、警察にそう言ったな。ああ、それから弁護士呼んだ。だがその前に君が刑事に証言をしてしまったんだろう。こう言ったと聞いてる。カータンが銃を持ってたって。でも使うとは思わなかった。だが店に入る前に銃を持ってると知ってたってことは幇助罪になる。第一級殺人の要件だ。カーターだ。カーターが店員を撃った。俺は見た。出してくれるなら証言する。出すわけがない。起訴内容の罪が重すぎる。地区検事に話してみよう。君の証言に対して何て言うか。執行猶予は最高でも望めるのは第二級殺人への減刑だ。なあ、カーターがどこにいるか知ってる？それ言ったら意味あるか？
大ありだ。二つの証言の影響力は大きい。だがリスクもかなりある。分かってるのか？ああ。まず警察の保護コーチに移してもらう。証言したいのか？したくはないけど、証言する。